残り800を切りました。ここから3投目、右の2番の網走は3投目。
中、4番のマジックソン、おしまいから2投目、バドの中、最高峰1番のマルコシャルを狙っています。最後の内緒から、2番の監督番の最高監視水道1馬身、そこから再び8番のマイケルで成功していきました。1馬身半差、9番水から2投目、3番で、外10番のピックコーン、大根の中アームから直接コースに入りました。その外へのお知らせ、5番のグリードエンジェル、さあ直接のゴールコーンは、6番の最高監視が先頭で並んでいった8番マイケル、マイケルがここは捉える先頭か、10番の次のコースが5連続差かかる、さらに3からは5番のグリードエンジェル、4番のマジックソンを追い込んでくるが、1位3、10番のスイングトーンが先頭だ、スイングトーン先頭5位、2着8番のマイケル、3着からそれ最後の力、2番のオシマーも上がったか、4番のホイッスルソング、さらに5番のグリードエンジェル、ここは3と広がっています、3着から5位、しかし6番最後どうも倒すか。